チーム軍艦のりです。ご視聴ありがとうございます。今回も下手ですけども初心者リアタイやっていきたいと思います。まあ、最近ねよくリアタイやってるんですけども、気づいたことは配球の難しさですかね。まあ上手い人にね何を投げたらいいのかってとこなんですけども、今回は配球をいろいろ考えながらリアタイやっていきたいと思います。ではお願いします。はい、ではお願いします。お相手は大竹さん、僕のチームは石川選手、よろしくお願いします。海山さん、やはり村上さんからいきましょう。流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。行っていくよ。どうしてもピッチャー立ち上がりと手探りで入ってきますから、変化量マイナス1、抑えないでは大違いになりますからね。変化球多いな。シュート、初球は変化球から入りました。いやチェンジアップ打てそう。チェンジアップ、よく見ましたね。はい、まっすぐ来るんちゃう、そろそろ。よいしょ、振り遅れた。ジョイさんです。よいしょ、ナイス、ナイスバッティング。一塁に置いています。大山さん行こう。ほい、いけー、オッケーオッケーオッケー、ナイスバッティング、いいよいいよ。さあ、そしてバッターボックスには門田が入っています。さあ、門田さん行こう。先制のランナーを置いています。まあ先手を取って進めるためにも1点欲しい。なるほど、そうですね。あー危ない危ない危ない、ゲッツーしちゃう、ゲッツーしちゃうよ。打たないといけないですね。あー、もう取ったのに、くっそ。ここはあっという間に追い込んでいます。大丈夫大丈夫。チェンジアップを見極めます。まっすぐコントってお願い。ほっ、いったんちゃう。あー、ファルか。ボール球どうやろう、入っとったかな、ちょっと早かったか。さあ、5球目は何か。あ、やばい。いや、1点欲しいのに。今度はしっかり繋げて、やばい。先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。いや、大丈夫大丈夫、まっすぐ打てん、はい、打てんから打ってください。これが3球目。よし、いけ、入った、入ったんちゃう。よし、いいでしょういいでしょう。オッケーオッケー、先制。田中さん行きましょう。オッケー。惜しかったですね。そうですよね、そうですよね。オッケー、入った。伸びていく、どうだ、入れば貴重。よっしゃー、スリーランホー。ドメさん、ほい、よっしゃ、ナイスバッティング。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている岡田。ピットで岡田さん行きましょう。よし、最初は変化球できました。ボールになります。これは振らないね。いやー、落ちるボール決まりました。でもよかった。緩いボールを持ってきました。チェンジアップばっか投げよう。4球目は何で来るか。いやー、まっすぐ入りました。2ボール2ストライクです。それ打てない。はい、よっしゃー、ナイスバッティング。そしてバッターボックスには糸原が入っています。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、点は取れるときにもう1点欲しいが、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですね。インコース懐をえぐります。あー、くそ。ストライク、ワンボールツーストライクです。オッケー、チェンジアップ来そう。ほい、あー、よっしゃ、石川さん頑張りましょう。何から行こうか、スライダー行きます。低めのスライダー、初球ボール、カット。2球目打ちました。うまい、あー、うまいな。
バッターは2番に入っている糸井。糸井さん2番。ヒットでランナーを1塁に置いています。一緒や。盗塁はないか。まっすぐ投げます。打ちました。おお、危ない危ない。グラシアルさん、怖いね。スライダー投げますよ。高めの。ああ、ちょっとボール球。まっすぐ行こうか。OK。いやー、ナイスボール。いよいよ。ストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。もう一球スライダー行きます。OK。ああ、ゲッツー無理。OK OK。さあ、そして打席には松井が。松井さんか。さあ、ツーアウトながら得点圏にランナーを。シュート。まあ、こういった序盤の差は詰められたくありませんから。よし。ああ、マジで。さあ、そしてバッターボックスには福留が入っています。さあ、なおもピンチ。何から行こうか。ちょっとカーブ見せてない。カーブ、そうですね。オッケー、いいところに決まりました。スライダー投げます。オッケー、ナイス。まずは先頭バッターを打ち取っています。よいしょ、打てる。あ、入った、やった。よいしょ、いったでしょ。高く上がった。あー、惜しい。外れてボール。よっしゃー、ライト見上げ。ナイスホームランでしたね。ここはよいしょ、入れ。いい打球だ。大きな打球になった。ライト下がっていく。いや、完璧に捉えました。見事な本。あ、相手リタイアしたんで勝ちました。もう一回投げたかった。じゃあ次の試合いきましょう。お願いします。じゃあ2試合目いきましょう。お願いします。うわ、打率高ー。え、13連勝中。はい、じゃあ行きましょう。うちのピッチャーは原樹里さんです。うわー、強そう。このね、13連勝中の相手にどこまで通用するか。負けても大丈夫。勉強させてもらいます。うわー、すごいね。中でももう下がってるのか。先制のランナー、まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしてますね。うん、なるほど、そうですよね。どうか、あ、やばい、まずい。2球目を打ちました。助かった。さあ、そしてバッターボックスには鈴木が入っています。せいやさん。さあ、アウトカウントが増えましたが得点圏にはランナーが残っています。あ、まずい。まあ、ここは動揺してるわ。抑えて選手権を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですね。スライダー行こう。あー、危ねー、正面。さあ、そして打席には柳田が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、柳田さん抑えれるかな。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ね、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。カットいきます。入れ、これ入れたい。あー、外れた。これは1へ外れます。ちょっと見せてない。スローカーブ投げようか。まずこれは変化球。ボールが3つになります。フォーク投げます。打ちました。うおっと、これは大丈夫、取れる。無理か。無理ですね。ビシエドさん、すぐ行きます。いい当たり。いやー、さあ、そしてバッターボックスには森が入っています。さあ、なおもピンチが続きます。スローカーブ。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。いやー、入ってない。それではいきます。あ、やばい。ちょっとカウント苦しくなっています。シュート。うん、ナイスですね。はい、変化球が決まっています。引っ張った。いやー、取れんか。いやー、うまいなー。あ、アウト。ここは迎えました。追いかけるタイガースの攻撃。バッターは DH 門田。タイガースビハインドで迎える最終回です。ミッサー、最後の攻撃、なんとしても塁に出たいですね。いいんじゃない？ライトに惜しい。バッターボックス、新庄。ダイソー出すか。ランナーを一塁ます。そんな早ないけど。新庄さん、頑張ろう。まずはアウトコース。うん、この打席、ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。いやいやー、もうボール球や。やばい。
よいしょ、落ちるやろ、ナイス。OK、ここバースさんでいきます。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。さあアウト、1点取ろう。そのシュートか、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね、よいしょ、無理か、だー無理だな。はい、ロペスさん、ロペアンいきます。2アウトになっています。うっちゃれ、初球は何で来るか。初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。これはインコースいっぱい。おっと入った。いやーわなー負けた。グッソー惜しかった。大変ありがとうございました。はい、ってことでリア対2試合しました。13連勝中の相手には勝てませんでしたけども、まあ、これからもねリア対練習していって YouTube に投稿していきたいと思います。このチャンネルは僕とイクラとたまにね僕の奥さんのガリと3人でゲーム実況しています。よろしければチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。